ハロー YouTube! はい、というわけですね。えっ、ー、と、子供部屋おじさんです。はい。えー、ひろゆきさんがツイッターのことを Twitter って言うんですけど、なんで Twitter って言うのかっていうので、その発音のプロ、えー、発音の先生もやってる、えー、YouTuber、チャンネル登録10万も超えてるその大二郎さんっていう方とちょっと対談したので、えー、見てください。はい、早速行ってみましょう。 ひろゆきさんのあの Twitter って結局何って結構みんな結構疑問に思っていると思うんでそれを大二郎さんとこうあれの言い方は何なんだみたいなので話せればいいなと思ってて僕もそこそこ疑問なんで発 <laughs> 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 音のプロから見てもあれは疑問なんですねうん <laughs> そうですね <laughs> いやあの例えば これも普通に喋っていいんですよね例えば、例えばなんかそのえ、Twitter だけじゃなくて、例えば Facebook とか Google とか Apple とか Microsoft、はい,はい,いろんなカタカナってあるじゃないですか。それぞれ英語の発音に忠実に Facebook もなんか F の発音で Facebook とか Apple とかも Apple っていうように忠実に発音してるんだったらわかるんですけど。 ツイッターだけなんでツイッターっていう <laughs> そこをめっちゃこだわってるっていう <laughs> しかもあんなにいじられてもずっと曲げずにツイッターって言ってるじゃないですかそうなんですよねで僕もあのー、動画見てて、はい、なんでツイッターなんですかって言ったら何かこういやツイッター社のサービスなんで何かツイッターって言ってるだけなんですけどみたいな話っていうのを見てさんのスパチャしたんですか スパチャはしてないんですけど。いや、じゃあ今日はですね、そのもう、あのー、なんだろう、もう、発音 YouTuber のトップ、はい、トップの大二郎さんにですね、ツイッターの各国ごとの発音の仕方っていうのを僕習いたいなと思って今日、あのー、お願いしたんで、はい、ぜひ、あのー、教えてください。まず一番、あの、世界で、 Twitter の発音が多いのはやっぱアメリカのという言い方なんですか？そうですね。で、やっぱり英語圏ってやっぱアメリカの影響力がもう圧倒的にでかいんですよね。経済力もそうだし、やっぱハリウッドの影響とかもあるし、やっぱアメリカの発音がうんーまあ事実上まあ一番広がってるかなっていう感じですね。どんな言い方なんですか？あ、Twitter。 よく聞くかもしれないです。僕も英語しゃべれる視聴者さんとかと会うときに絶対言ってもらうんですけど、あ今のが多分やっぱり一番きな、Twitter そ。そうですね。なんか最後の、タ、はい、の,の音、日本語で言うとなんかタ、Twitter っていうアーの音なんですけど、はい、これがめちゃくちゃこもる音で、Twitter、ウー、はい、ウー。そうです,<ー>そ,れですそれです。はい はい、<laughs> なんか恥ずかしいですね。ありがとうございます。いや,いや、そうですよね。じゃアメリカじゃなくて、他の国のやつも聞きたいんですけど。<laughs> はい。えっと、イギリスだと、Twitter、はいえー、っていうふうになります。Twitter? で、これはイギリスの中でも結構上流階級の人たちの発音で、割とまあ、まあ、我々のようなっていうと、南方階級の人たちだと、Twitter <laughs>、t っていうふうにな。いい あのトゥイ・アっていうふうにキーが完全になくなるんですよ。えー、ト,トゥイ・アトゥイ・ア、えーはい、で、階級によって違うんですね。いや、そうなんですよ、イギリスはあの、ま、カースト制度とまでは言わないですけど、はい、階級によって発音が変わったりするので、いま、えー、だに上流階級の発音じゃないと首相になれなかったりとか、そういうのがあるんですよね。 じゃあそういういことなんですかねひろゆきその赤羽のもう大都会はこう赤羽に育ってるからだから多分僕らみたいな下々、はい、の,もものものとは違ってツイッターってことなのかもしれないですね。イギリスもあの上流今までは、えっと、今まではっていうかそのずっと庶民も上流階級も同じ発音だったんですけどある時から上流階級、うん のの発音といいうのを作り出してて変えていったんですよね自分が上流階級だということを示すために。だからもしかしたらそういうことかもしれない。<laughs> じゃあ次はヨーロッパ圏じゃなく、他はどういう言い方があるんでしょうか例えばオーストラリアだったら、オーストラリアもいろいろ発音があるんですけど、はい、いわゆるまあ田舎の人だとブロードアクセントって呼ばれる発音だと、Twitter の「アが日本語っぽくなるので、Twitter、はい、っていうふうになったり これが日本語の発音に一番近いかもしれないですね。オーストラリア,ラリアのやつが。へーーで、はい、まあこれからちょっと僕の,あの妄想とかも入ったりするす。妄想 <laughs> 激しいですもんね。例えばタイとかだったら、Twitter、はいえー、ってなります。それなんかおちょこってません人いや、これガチです。 イッーいや、これ、まあ、これガチで、もし今後、タイ人の方とお会いするようなことがあったら、ぜひ、はい、知らんですけど、t w i で,、ね <laughs> でえー、香港とかだと、t w イ t t e r とか、<Twitter> 若干これ妄想も入ってますけど。<laughs> <laughs> 妄想って何ですか鉛ってことですか鉛ですねあの。こういう感じで発音するんですけど、じゃあ、 香港のネイティブの人と同じ発音ですかって言われると、それはちょっと自信ないというか、えー、例えば、えー、イギリス、アメリカあたりだったらあ、これネイティブの同じ発音ですよって自信持っているんですけど、はい、香港のあまりとかだと、はい、あくまで僕もモノマネっていう範あ範疇の中に。へ、えー、面白い。で、他は何かあるんですか他の全世界の Twitter を今聞いてるんですけど。と、えー、まあ、インドとかだったら、はい ちょっともうそのあるんですけど、t w i t t e r る？なんか疑問系ですよね、それ。それ普通なんですか普通に言って t w i t t なんですかそうですね。イメージ上がるイメージ、t w i t t e r t w i t t 最後、巻き体になるんですよね。r r r っていう感じ。他はあるんですか他はまあ、 ひろゆきさんまあフランスに住んでるんで、聞いてるのかな。はい、僕もこれちょっとね、詳しくないんであんまあれですけど、フランスだと R の音がクッっていう音になるので、おそらくなんかトイタフっていう発音なんじゃないかなって、はい。トイタトイタフの,の、<laughs> トイタフ指に書くのやめてもらっていいですかいや。<laughs> <laughs> じゃあ要するに、要はひろゆきさんは、じゃあ今もう大事さんが言ってくださっていろんなあるんですけど、どれをひろゆきさんは、どれ,、えー、どれなんですか、あの方のツイッターは。イの部分はアメリカだと思うんですけど、ター、はいはい、の部分はオーストラリアに近いですね。へえあじゃあ、アメリカとオーストラリアの言い方が大都会赤羽のツイッターということで。<laughs> そうですね、あの英語圏でも通じる圧音ですね。<laughs> あ,あれ、通じるんですか、英語圏でもやっぱり。ツイッターよりは、断然通じますね。ツイッター、へえ、いやー、めっちゃ面白いっす、これ、ようやく謎が解けました、<laughs> とえの大二郎さんよく、そのあのツイッターはよく分かんないけど、アメリカっぽい要素と、オーストラリアっぽい要素でできていると。うん うん、間違いそう言って間違いないいなと思いますねいや僕、めちゃくちゃ聞かれるんですよ。僕に聞かないって話なんですけど、なんでひろゆきさんって Twitter って言ってるんですかって言われてるんですけど、あ,のあれはじゃあ、アメリカなまりなんですよっていうのと、あと大都会赤羽の要素も入ってるので、<laughs> 僕に聞かれてもみたいな話であの <laughs> いいですかね。はい あとやっぱなんか日本語でもワン、ツー、スリーっていう言葉があったとして、ちょっと発音いい人はワン、ツー、スリーって。はい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 。そういうノリなんじゃないかなと思ってるんですけど。<laughs> なるほど。へえありがとうございます。い,いかがだったでしょうか。というわけでですね、大二郎さんはちょっとクラブハウスっていうアプリで知り合ったんですけど、えっと、ひろゆきさんの単純にすごいファンなんですよね。で、僕の動画も見てくださってて、なので、YouTube の録画でも、えー、僕の えー、画のゲストでも出てくれるらしいので、えー、また皆さん、えー、ぜひ、えー、僕の動画でお会いしましょう。では、えー、またこういう動画も上げていくので、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。